ハオルシア属はアロエに近い単子用植物の一群である。葉が多肉になった多肉植物で多くの種が干渉用に栽培される。この群は以前はアロエ化とされていたもので、元来はアロエ属に含めたものをいくつかの特徴から分離したものである。この類では最も小型のもので、茎はごく短く多肉化した葉を密生する。葉には 柔らかなものも硬いものもあるが、その形が多様で、また突起を持つものが多く、その面白さから多肉植物として幸い干渉されるものが多い。原産地は南アフリカで、この特定の地域に種が集中している。小型の多年生草本で多肉植物。茎はないか、あるいはごく短い。葉は厚みがあり、瓦重ね式に多数がロゼット状に出る。 歯には表面に突起を持つものが多く、また、背面中軸上にはしばしば竜骨を持つ。時に葉緑体を描いた窓を持つものがある。花は、緑色や、褐色の縄文のある白い花で、相乗花序か円水状花序をなす。大抵は小さい、目立たない花である。花皮は筒を形成し、その先端は三辺ずつの二群に分かれて二神経になる、例が多い。雄しべは六個で、 薬は、背面で花糸につく。果実は、果てで三弁があって方をせれっかいする。なお、葉に、透明な窓を作るのは乾燥への適応の例で、代表的なものは、H トランケイタに見られる。この植物では2列誤生する葉の先端が水平に、切断されたようになっており、この面がすりガラス状の窓になっている。自生地では、乾燥機には、植物体は、全体が、地下に埋まり、 この窓だけが地表に姿を出している。つまり、植物体を空気にさらすことなく光は取り入れられるというもので、類似の例は、目線と呼ばれる、目線ブリアンテマ類にも見られる。学名は、イギリスの植物学者で、多肉植物の権威であったハワースにちなんでいる。和名は見当たらず、学名の金読みも確定していないようである。ハオルシアの他にもハオルチア、ハオルチア、 ハワオルティアやハワアシアなども見られる。南アフリカのケープ地方にほぼその分布は限定される。特にケープ州の海岸に近い地域にあるリトルカルーと内陸のグレートカルーに多くの種が集中して自生しており、これらの地域から離れるほどその種数は少なくなる。一部の種はトランスバール、ナミビア、ツアジランド、ナタールまで分布することが知られる。 サレキシツの地表で日陰であっても明るい位置を好む。アロエ属よりは水分の多い腐食度のところに生育するとも。古くはアロエ属に含めていたが、可比変が二群に分かれるに神経になることなどの特徴によって独立族とされた。アロエ化にまとめられた属は本属を含めて七属あったが、それらは類縁性が高く、属間雑種を人工的には作られる。 本属の怪文類には混乱が多く400種以上が記載され、一頃は実際にあるのは150種ほどと言われた。しかしその後に研究が進み60種ほどと言われる。野外においても主観雑誌を見ることがあり、地方変異も多いという、以下の三ア族に分ける説がある。H ラクノワディア H、リマフォーリア、ルリドの H 列サ、 とぶきその姿の面白さから多肉植物として干渉栽培され愛好家の間で人気がある。園芸の方面ではこの類の分類として紅葉系と南洋および中間系に分けることが行われてきた。蒸気の玉線は南洋系のもので同様に窓を持つ種は他にもある。他方で公葉系のものでは葉の表面、表裏ともに白いイボ状や林場。 断線状などの小さな突起が出るものが多く、この類の干渉価値を高めるものとなっている。特に、H ファスキャタは、日本にも古くにトライして広く普及しており、一般にも広く知れ渡った存在になっている。以下、種として、園芸植物大図鑑 P1872 十二朝山ほか、P247 園芸植物大図鑑 P1876 十六朝山ホカーター。 園芸植物大辞典カーター、P279 園芸植物大図鑑、P1872 カーター、P279 浅山ほか、P247 浅山ほか、P246 浅山ほかはこの値を取っている。カーターはこの値を取っている。園芸植物大図鑑、P1872 カーター、P279。ありがとうございます。